あ、なるほど、そこの手の位置とここが、しかもインパクトで目指すとうん。どうも、ゴルフレッスンプロの菅大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお越しします。ということで、今日は質問にお答えしていきたいと思います。初心者の方から質問です。結構ゴルフ初心者の方はみんながね、やってる最初のねポイントじゃないかなと思うんですけど、ボールと自分の距離感、まあこれは、今日話すのは、まあ、基本っていうことについてお話ししたいと思いますので、人によって微妙に違いますけどね、ボールとの距離感って絶対こうだってはないんですけど、一応基本としてはこうですよっていうのが、まあ、あって、それをね解説していきたいと思うんですけど、まず PGA のティーチングプロのですね、教本に書いてあるのは、まあ、アドレスをして、この肩から腕が真下にこうだらんと垂らして、そこの、まあ、位置が両手の位置になってくるわけですね。肩から真下に手が下ろした位置なので、ここにクラブを握ってあげて、この手を垂らした位置、ここにクラブを握ってあげて、このクラブの距離が自然とボールと体の距離感を決めるということなので、自分が近づいてどうのこうのっていうよりかは、まずこの体勢姿勢をしっかり作ってあげて、でクラブを持った時にクラブヘッドがある位置が、まあ、ボールの位置として考えてあげればいいかなと。 PGA の基本的にはこの両手と体の間隔は拳が1個から1個半分、まあ、1個2個分くらいですね。やっぱ3個くらいっていうのはちょっと広すぎるかなっていう、もちろんこう窮屈すぎてもダメなんですけど、まあ、個人的には結構近い方がいいかなと思っていて、でその近い方がいいっていう理由なんですけど、じゃあなんでこの肩から真下に下ろした位置なのっていうことなんですけど、ゴルフのそのインパクトっていうのはボールに対してこの体の全エネルギー、体重をこうかけていきたい、そんなイメージなわけですよ。そうするとイメージとしては手がぐっと下がってきて、低く下がってきて、インパクトにかけてはそれが上がってくる、背中がぐっと丸くなって、こういうインパクトになるわけですよ。下からぐっとこう地面の力も使いながらヘッドを上から下ろしてきて叩くっていう、この一番その最も下に極端に言うとパンとぶつけられるような、一番力が入る手のポジションじゃなくてはいけないわけです、まあ、この手のポジションが理想なわけです。この手のポジションっていうそのイメージは、一番その重たいものを持つっていうイメージした時に、一番どこで持つのが力がガッて入りますかっていう、そういうイメージです。めっちゃでっかい大根を引き抜くってなった時に、どこにこの手を置きますかっていうところが、まあ、アドレスの手のポジションだと思ったんですよ。これ剣が刺さってるとするじゃないですか。剣が刺さってる剣刺さってる時に、これどこでってこの置きますかっていう、ここのポジションがインパクトで一番力が、体の力が乗っかるポジションなんですよ。だからあんまり離れちゃダメですよっていうのは、重たいもの持ったり、その剣抜くのにこれで抜けないでしょって、これで抜けないでしょって。だから自分の懐を、まあ、お腹の下に、ここに、まあ、手が来て初めてこうってこう体の力、背筋とか腹筋とか足の力とか、そういうところが手にもちゃんと伝わっていけますよね。これだけだと単純に手の力でしか、まあ、抜けないんで、だから、まあ、あんまり離れすぎるのは良くないっていうことと、大根を引っこ抜くポジションに手が来るっていうことなんですけど、一番この引っこ抜ける力が入るポジションに手がこう最後はこう来ることが、最もボールで力を伝えていくポジションなんで、まあ、それが目安として肩から真下、この今ピッチング7番5番ドライバーって持ってきました。正確にはね、前傾の角度がちょっと違うんで若干ね変わってくると思うんですけど、イメージは多分こういう感じですよ、ボールとの距離。これでちょっと打ってみましょうか。それぞれボールを置いて、どうやって打ってもいいか。どういうこと。じゃあこの足の場所を変えずに、うん、よし、
このピッチングからこのポジション。7番ちょっとボール左とか。そうですね、なんかこれ今違和感なくいつもと同じ感じで大体構えてる。5番、こんな感じ。実際は前傾角度が浅くなるんで、長くなるとだからちょっとこっちになるんだよね実際は。だからそれはまあ手のポジションを基準に考えてやってあげればいいです。これが5番、最後ドライバー。まあだからこれが必ずしも正しいというわけではないですけど、基本として考えていただければと思います。パッククラブによって前傾はちょっと違うから、若干この手のね出方も少し変わる感覚はあると思います。前傾が深い方がより下にこう内側に入るような感じがあるし、前傾が浅い方がちょっと体の前に手が来るような感じもあるし、ただこれでも一つの基準として覚えておいてあげるとそんな大きくは迷わないかなと思います。なのでその練習法として一番良くない練習法は、ボールを打ちます、これね。たまにいますね。この練習をやってたらコース行った時に同じ距離感で構えられないですよ。だからそのグリップを変えないでそのままボールを寄せてってことですよね。グリップを変えないプラス、だから自分のこの好きなところにボールから来るっていう。自分から行かなきゃいけない。確かにそれはそうだ。構えを作って、ここから例えばこうやって近づいたりとか、その慣れてきたら自分からこうやって近づいて、その距離感を作っていくんだけど、ボールから常に自分のところに来させる。だってコースでこんなことできないじゃないですか。だから練習場でもちゃんと自分から構える癖をつけておかないと、コース行った時に結構遠くなるっていう人が多いですから。普段は結構近いんだけど、コースに来ると手も肩も緊張するから手が思ってる前に出て、体とボールの距離が離れる結果的に、こういう方は結構初心者の方が多いんで、初心者の頃から、まあ、最初の練習からやっぱりボールをこうやって引き寄せるんじゃなくて、まあ、こうある程度ポンってこう引き寄せてそこからまた構えるといいんですよ。打って打ちます、でボールをこう置いて、まあ、一回外そうってことですね。それでまた構え直すのは全然いいと思う。必ず一回距離感をこう変えてまた作る、まあ、要するにゼロからちゃんとリセットして構えを作る、またゼロに戻して作る。これはもう途中からやっていく作業になっちゃうんで、コースに行った時にちゃんとじゃあゼロからアドレスをしなくちゃいけない状況になった時に、やっぱ普段いい構えじゃなくなってくるので、そこは練習法においてはぜひ気をつけてやってみてくださいという感じですね。今日はちょっとこの大根を引っこ抜くっていう。なるほど、そこの手の位置というここが、しかもインパクトで目指すところ。まあ多少はもちろんこう前に出てくるんですよね必ず。でも意識としてそこに持ってくる動きが体にとってしっかりこう力が入って入るインパクトになるので、まあ大きい筋肉使いましょうということですね、インパクトはね。まあそれは細かい話はまた今度したいと思いますので。じゃあコースで構えて、なんかちょっと遠いかもしれないって思った時どうしますか。遠いかもしれない、いやもしくは近いかもしれない、なんか気持ち悪いなってなったら、それ絶対構え直した方がいいです。そうですね、そういや今近いと思ったんだよっていう方いますよね。あ、いますね。そう、構え直そうっていう、まあそれ毎回そういうやつは時間かかっちゃうけど、そう1回2回やったらそれはね、ぜひいいショット打てるための、まあ、構えはぜひ、気持ち悪いと思ったら1回作り直して。でも気持ち悪いってなる人はちゃんと普段からこういう練習をやっぱしてない人が多いから、やっぱりこう練習法につきますということで、初心者の方は今のぜひ参考にしていただいて、肩から真下っていうねところで握ってボールをそこにセットするっていう練習を頑張ってください。参考になれば高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。